This battle is about to explode. さあ2試合目、さあ大将、大将馬が出てきた。そして屋根は、さあ屋根はここでメインキャラ。さあなんかジャンプ、何あれ、ジャッキーくん、さあおっと馬が押されてる。あとまずはガードパッチング。はい、オッケー、全然オッケーじゃないよと。さあおっとぶっぱバーンナックル、なかなか熱い男ですね。さあクラッシュ、クラッシュシュート、しかし最後しゃがみ中パン、しっかりゲージも貯める。This is gonna be a match to remember. Fight. ダイヤシ。おっとここで強気の当て身。ゲージも程よく溜まっていい感じ。This battle is about to explode. Fight. さあガークラという罠を持つ男。いやね。あ、でもこれむしろガークラさせられる側ですけど。あーやっちゃった。じゃあ安い。さあうまい、見てた、今完全に見てたね。仕込んでる。この炎もただものじゃない。さあしっかり身を引き上げて。さあ最後から なんだこの大道芸みたいな試合。まるでちょっとシナリオがあるかと疑いたくなるようなこの試合展開。さあしかも最後は歩く。タキティ大将ひねらなるな。さあこれは屋根がタキティ大将。さあこのベガの前か、その逆に前段の前ね。しかも特に体力減ってきてからの方が怖いですからね、これ。ああ、発動割れる。さあごっそり持ってった。ウィアーしかしまだ美味しくゼオが当たった。ちょっと持続に当たった感じ。ああちょっとこれは練習を失った体力で、まあ、ピオラトレーダー結構危ないから終わっちゃう可能性が。まあしかしゲージも美味しく溜まってきて、春風脚1回でどんだけ溜まんねん。さあこれこれひどい、ゲージが溜まって、さあゲージ調整は完璧。ああ終わった、終わった。しかしまだもう一個ありますからね。ちょっとバイソンライデンでどこまでいけるか。